はい、どうも、赤星です。ということで、今回は、開業資金大公開ということで、開業資金を、公開したいと思います。今、こちらのパソコンの、スプレッドシートに全部開業資金ですね、開業にかかったお金っていうのを洗い出しましたので、ここで毎月一応その今回は特別に開業するので、開業したので開業資金の、公開なんですけど、来月再来月と売上金とか支出、今月の支出こんだけとか、今月の売上はこんだけっていう、もう本当生々しいリアルな数字を、公開していきたいと思っています。でこれは、毎月、980円で、販売しておりますので、こちらベースの方で、毎月購入していただいたら、購入していただいた方にこちら、URL を送って、この限定動画の URL を送って見てもらうっていう形にしたいと思います。ということで早速いきたいと思います。本当に細かく、分けました、開業資金について。で、これ本当に正確かというと本当に正確では、ないです。これは記入忘れだったりもあるので、でも大体は、これぐらいですよっていうのは、お伝えできるので、今からこちらの図で、説明していきます。はい、こちらも本当に生々しい、数ですね、これは日付もまた前後するんですが、大体の、お金はこんな感じです。左のシザー13万円、消耗品4万円、パネルスポンサー10万円、そしてこう換気扇ですね、1万円、クラファン前払い、これはクラウドファンディングの、外注契約費ですね、画像費だったり、画像制作だったりデザイン制作だったり、クラファンのコンサル、クラファンの、教えてもらうコンサル料だったり、あとは事務局費、フィーですね、いろんなお客さんとのやり取りをしてくれる方の事務局を雇っていたので、その合計が142万円ぐらい、そしてユニフォーム刺繍代、これはスポンサー券を、ユニフォームのスポンサー券を買った時にこういう刺繍を入れてもらったんですねこういう刺繍代ですね、こういう刺繍代、はい、って感じです。そしてですね、換気扇代、右側にカテゴリーで材料費、内蔵、工事費とか書いてあります。そして、カットクロス、マネープレート、パソコン、中古、これ別に中古かかんでいいな、チラシ、名刺、シール、これ印刷代ですね。そしてサインポール3種、そしてソファーで、サインポールこれは、19本分こうこの3種は1回3つ買い揃えてどれがいいかなっていう選定をして、その後サインポール15本分買ったみたいな感じです。そしてロールカーテン、ロールカーテンも5個買ったんで結構値段しました。そしてレジカウンター、これレジカウンターね、組み立て式やったのにね、最悪やったな。でお客さんデスク、そしてハンガーラック、換気扇ダブってんな、2つ買ったのか。そしてスクエアレジ、これスクエアレジっていうのはそのクレジットカードだったりペイペイだったりイコカとかの電子マネーが使える、機械です。でこの下のレジ一式っていうのは、現金のレジのお札が入ってるやつだったりみたいな、あとレシートの機械だったりっていうのを、レジ一式なんですよ。でこのスクエアレジとレジ一式は、別っていうのは結局ですね、これ結構予想してなくて、ということで、今回は、ど田舎の開業資金全公開ということで、限定公開をさせてもらいました。また今後も毎月毎月、1ヶ月の、支出、材料費だったり、電気代、水道代、田舎の理髪店がどれぐらいかかるのかに、興味ある人がどれぐらいいるのかは分かんないですけど、一応公開していきたいと思います。はい、売上もそうですね、売上も、同じように公開していきたいと思います。ということで YouTube ではこのいいとこだけをちょっと見せて、続きは有料版代みたいな感じでやっていきたいと思います。ということで今日は、開業資金全公開ということでした。ありがとうございました。